こんにちは、斉蔵です。ですね、ちょっと実写じゃなくてちょっと直撮りでやってたんですけど、直撮りだとね、やっぱね不評があるんじゃないかと思って、やっぱ直撮りやめました。で、ちょっと直撮りの動画全部消して、あれですね、ちょっとシリーズで気楽に動画というのをやっていきたいと思います。シリーズっていうか、あんまりね、あんな動画を連発しないようにしたいと思ってるんですけど、まあ、そうですね、まあやっていきたいと思います。気楽に動画とは、とにかく、ゲームをクリアするまでやっていくと、そういう感じですね。じゃあこれ、第1弾というか、1本目のゲームは、アーランドの錬金術、ロルノのアトリエ、アーランドの錬金術師というゲームですね。こちら、やっていきましょう。ちょっと、キャプチャーボードは古いの使ってます。画質悪いですけど、ちょっと勘弁、ご容赦ください。ちょっと途中からですけど。待ってよ。あ、動画はね、10分ごとに区切ろうと思います。研磨剤、ゼッテル、錬金丹の3アイテムを納品する。数が多いほど高評価。今持ってるアイテムは何だ？クエストはどこに？あ、カゴ。研磨剤ってあんのかな？研磨剤。錬金丹はあるな。錬金丹はあって研磨剤とゼッテルがない。ゼッテル、植物類、中和剤 ×1。 水が欲しいな。中和剤はここで作れますね。水が欲しいのが、水はどれで手に入れるんだ。どうすんだろうこれ。ちょっとマーヤ出よう。ちょっと王国任務だけを今優先して進めてますね。ちょっと敵がね強いんで、強いっていうか強くはないけど、石ころとかいらねえな。なんか敵大丈夫か。でも敵と戦わないと経験値も上がっていかないからな。避けていいのかな、こんな敵を。ちょっと微妙。避けていいものかどうか。あんまり戦っても死ぬかもしれんからな。まあや、戦ってみよう。うわ、結構効くな。あんまり効果ねえぞ。スキル。なんか出てきたぞ。めっちゃ食らってんですけど。アイテム。
ょっとやばいな。ちょっと一人を集中砲火してる。あいつ強い。こいつ強い。ちょっと避ける。こいつは避ける。ちょっとあんなにダメージ受けちまった味方が、味方っていうか、ちょっと来るな。ちょっとここにも水はないか。いや、来んな。こっちからちょっと行けそうにないな。あぶね。あぶね。ちょっと待てよ。10分ごとに切るからな。それを忘れちゃいけない。ちょっとここ。ここ危ないな。ちょっとめっちゃいるんですけど、ここ。ここ危険。ここちょっと通れそうにもないな。危ね。危ない危ない危ない。危ない危ない。ここは無視して、全然いい素材がないんですけど。え、なんか来たんだけど。ちょっと回復しないとダメだな。あ、大丈夫だ。死ねえよ。ちょっと一人に集中砲火とかやめてよ。あ、来た。ちょっと敵多すぎ。こいつから殺すか。全然食らわないんですけど。やばい、死ぬ。ちょっとこいつ強えな。やばい。ちょっと逃げよう。ダメか。ミスった。やばいな。逃げれない。ロロナ死ぬ。ロロナ死ぬ。危ねえ。1だ。ちょっと攻撃でダメだな。やばい、毒が回った。
逃げれんが。ダメだなこれ死ぬなこりゃ。逃がして無理か。やばい、死んだ。マジか。時間無駄にしたなこれ多分。まあいいや、あそこはちょっとあれでしたねちょっとまだ早すぎたかな、行くのが。じゃあちょっと一旦切ります。